足田ひと足田ひと足田ひと1887年、明治20年11月15日から1959年、昭和34年6月20日は、日本の外交官、政治家。議会は、ジュニー。君党は、君位党。学位は、法学博士、東京帝国大学。衆議院、議員、11期、厚生大臣。 第14代、外務大臣、第76.77代、副総理、内閣総理大臣、第47代などを歴任した。外交官を経て、政界入りし、立憲政友会に所属して、外務省とのパイプ役を務めた。軍国主義が広まる議会において、リベラリストとして活動した。戦後は、鳩山一郎を中心とする日本自由党の結成において、 指導的役割を果たした。篠原内閣に入閣しながら、総選挙後の居座りに対して厳しく対応し、閣僚を単独で辞任して、内閣総辞職に至らしめた。第一次、吉田内閣時代に衆院憲法改正特別委員長として、憲法9条が現在の形になるのに深く関与した。1947年。 昭和22年には自由党を離党して民主党を創設し自ら総裁に就任した。片山内閣成立にあたっては、これに反対するし出原基重郎らを抑えて、日本社会党民主党、国民共同党による三党連立内閣を実現させ、副総理閣の外務大臣として入閣。さらに社会党の内紛によって片山内閣が崩壊した後は、 前状の形で首相に就任した。しかし内閣は昭和電工事件により、わずか7ヶ月余りの短命内閣に終わった。首相在任中には戦後日本の進路を基礎づける重要な法案が多く成立しているが、その中で自身が首相としてイニシアチブを取った形跡はほとんどない。足田は1887年11月15日、京都府天田郡中六神部村。 中野戸部村、現在の福知山市に生まれた。成果は高能であった。社会、民主、国民共同三党連立内閣のパートナーであり、大学時代の同級生でもあった、片山明は、足田の死後に衆議院本会議で行った追悼演説において足田が、政界に入るまでを、このように述べている。足田は、東京帝国大学を卒業後、 1912年に外務省に入り外交官となった。最初の勤務地ロシアではロシア革命に接し、1918年に赴任した。フランスではパリ講和会議を目にしている。1925年には伊藤書記官として、ヒドマの国交樹立に伴いトルコイスタンブールに開設された日本大使館へ赴任した。 1928年10月から1929年11月にかけて発大中トルコ大使である小畑取吉基長に伴い臨時代理大使を務め、この間に3時間へと昇格した。トルコでの足田は海峡問題、ボスポラス海峡、ダーダネルス海峡の通行制度やバルカン諸国などについて研究し、両海峡の通行制度史と当時の 通行制度であったローザンヌ条約の問題点をまとめた学位請求論文国際法及び国際政治より見たる国会並みに君不快教の地位を執筆すると母校である東京帝国大学に提出して1929年に法学博士を授与された。なお、この論文は翌年君不快教通行制度試論として出版されている。 1930年からは中ベルギー大使館勤務となり、1932年に退官して帰国すると、政界へ転身した。上記の追悼演説で、片山は、政界入り後の足田の政治活動について高く評価している。第一に、外交問題について、軍部の圧力に屈しがちな政府の外交方針に、鋭く迫ったこと。第二に1936年。 天皇期間節配席運動が起きたとき、見延べた月地を擁護するため率先して奔走したこと、第三二千九百四十年、大政翼散会運動が起こったときには、議会政治を否定する者として完全として、これに反対し、翼散議員同盟の結成に参加せず、尾崎幸男、鳩山一郎、川崎勝らと同好会を組織し、翼百四十一年の翼散選挙には、 非推薦で出馬し当選しことを挙げている。足田は、このように戦前、戦中を通してリベラルな政治姿勢で知られており、斉藤高尾の反軍演説の際には、牧野良造や宮脇長吉らと共に除名に反対票を投じた。議会の外では、言論人としても活躍し、外交官時代の、軍府会峡通行制度指論のほか、政治家への転身後も執筆活動を続け時局や、 外交に関する著書を多く発表している。政界入り後の1933年から1939年にかけてジャパンタイムズの社長を務めたほか、ダイヤモンド社の石山健基地などとも信仰を持った。終戦とともに筋金入りのリベラリスト、議会政治家である足田が活躍できる時代が始まった。終戦直後の足田の大活躍は、足田時代の到来を予感させた。 しかし、足田には、不運はつきまとっていた。戦後間もなく、衆議院帝国憲法改正省委員会の憲法改正草案の審議において、足田修正と呼ばれる修正が行われた。この修正は、足田の思案などが重要な叩き台となっており、足田の意図なども含め、後の憲法論議における重要な論点となっている。詳細は、足田修正参照。 1948年2月の片山内閣崩壊とともに、足田の出番が来たが、足田の行く手に立ちふさがったのは、吉田茂だった。片山内閣崩壊後の内閣のあり方について、片山は、崩壊の原因は、社会党の党内事情に読むのであって、連立政権の政策そのものが行き詰まったわけではない、との立場から、足田への政権以上は当然だと主張した。 GHQ 民政局も片山を支持し、社会、民主、国共の中道連立政権の存続を望んでいた。だが、吉田自由党は片山から足田への移行は、政権のたらい回しであるとして、足田の登場を厳しく批判した。新聞各紙もこれに同調し、国民世論も足田の登場に疑問を持った。足田政権は、スタート時に大きくつまずいたのである。 2月21日の主犯指名選挙は、衆院は足田 216, 吉田180の僅差だった。参議院では足田 102, 吉田104で逆転された。衆参両院の議決が異なったため両院協議会が開かれたが不調に終わり、衆議院の優位性の憲法規定により、足田内閣は発足した。だが、対する民主自由党は、 足田内閣に反対する田中角栄、原健三郎、佐々木秀夫、小平久夫、中山正など市で原派の若手議員を急行して、回答を上回る第一党に成長した。当時の政府は、目下の重要課題、食料問題の解決、インフレーションの克服、生産の増強、失業の解決を多く抱えており、その対処に暴殺されていた。その一方、 足田内閣においては戦後日本の基礎となる多くの法律が成立している。新憲法に基づく刑事訴訟法の全面改正や警察組織の抜本改革、旧警察法の制定、国家行政組織法とそれに基づく中小企業庁、石炭庁、建設省、海上保安庁、水産庁、経済調査庁といった各行政庁の設置法、教育委員会法、 日本学術会議法、警察官職務執行法、行政大執行法、地方財政法、検察審査会法、刑犯罪法、風営法などがそれである。しかし、足田自身が総理大臣としてそうした課題に積極的に取り組んだ形跡はほとんど見れない。足田は当時こう書いている。私の見るところによれば、 占領軍地下における政府としては、誰が政局を担当しても、連合国の占領政策の線に沿って、政治を行う以外に道はない。これは一面の真理ではあるが、同じく占領政策の枠内にありながら、マッカーサーや、しばしば、米国政府とも直接渡り合って、自らの政策実現に尽力した、吉田茂首相の姿勢とは、著しい対象を成していると言えよう。なお、 前任の片山が社会党委員長で、かつ熱心なクリスチャンでありながら、昭和天皇の御辞に心を砕いたのに対し、足田は新憲法になって、以後、あまり陛下が内政外交にお立ち入りになるごとき印象を与えることは、皇室のためにも、日本のためにも良いことではないと、憲法に記載されている通り、天皇元首としてではなくあくまで象徴として扱うことを心がけた。 首相就任当時、足田は、これ以降閣僚の上層を取りやめる旨を創上した。足田自身も、外相時代、天皇に上層をほとんど行わなかったため、鈴木はじめ次重次長が、陛下は、外交問題について、ご新年遊ばている、中略外務大臣が内装に見えないのか、中略見えるなら、土曜日でもよろしいと、当時の岡崎勝夫外務事務次官に漏らしていた。 それを聞いた足田は、お上のおぼしめしなら行くべきだと宮中へ散大した。しかし、足田内閣は、西尾献金問題と昭和電工事件で惨憺たる結末を迎える。西尾献金問題とは、西尾末広社会当初記長が土建業者から50万円を受領した事件である。西尾は、政令違反と偽証罪に問われたが、結果は無罪だった。昭和電工事件は、 復興有資など、昭和電工が利便を得るために、日野原雪造社長によって行われた、生肝罪工作に伴う、増収賄事件であった。この事件で、クリス・タケオ経済安定本部総務長官と、西尾末広前副総理が逮捕され、クルス有罪、西尾一審、有罪、二審無罪、足田内閣は和解した。その上、足田自身が、 内閣総辞職後に収賄罪で逮捕され起訴された。しかし、判決は、金をもらって昭和電工に対して便宜を図らせることを、クリス大蔵大臣に働きかけていた子は認定したが、外務大臣の足田には、職務権限はないとして、無罪だった。このことを受けて、1958年に、刑法改正で、圧ン収賄罪が設けられた。 昭和電光事件で事情聴取された者は約2000人、逮捕者64人、内現職国会議員10人。裁判の結果は有罪2名のみだった。昭和電光事件について自由民主党史は次のように記述している。占領軍内部の勢力争いに日本の政治が翻弄されたのである。民政局は社会民主中道政権を好み、バックアップした。 しかし、GHQ 内の反民政局派である G2 の力が強まり、民政局派対 G2 派の権力争いが激化し、昭和電光事件がこの構想に利用されたのである。民政局と関係の良かった足田は、この構想の犠牲になった。足田内閣法会後に吉田主犯阻止を狙った山崎主犯工作事件は民政局側の最後の反撃だったが、 これは成功しなかった。国が占領下に置かれていたが、ゆえの政局混乱であった。また、西尾献金問題が派生して、政党創設問題が浮上して、足田自身も承認関問をされた。政治的な動きとしては、1955年の保守合同に参加し、自由民主党の外交調査会長に就任。ハンガリー動乱の際にはソ連に批判的な立場から、 日本ハンガリー救援会を組織している。占領期公の晩年は歴史書を書き残すことに重点を置いた。足田日記は占領期の歴史を当事者の立場で書くための備忘録であったが、1959年に第二次世界大戦外講師を病床で講述筆記にを完成させた。同年6月20日、芝、白金の自宅において現職の衆議院議員のまま死去。 去年七十三、四日後の六月二十四日には、衆議院本会議で、片山明による、追悼演説が行われた。なお地盤は、谷垣千一が引き継いだ。著書、革命前夜のロシアは、会話文を駆使した、ほとんど小説の趣がある回想録で、日本の現役政治家の著書としては、極めて異色である。かもし一は、忘れられた名文たち。 1998で2ページ半もの引用の後、ああ、これはそっくりチェホフだ。日本にはこういう文章を書く政治家もいたのであると評している。足田人氏は、よく、私は丹波の百姓の息子で、と言って、吉田茂の貴族趣味、名門美意気に対抗していたが、足田家は、農家といっても、豪農、綾部藩の王将やであり、父、 鹿之助も衆議院議員を務めた政治家でもあった。人氏は、住夫人との間に二男二女を設けたが、長女、美代は、日本工業、現、ジャパンエナジーの社長を務めた、下神戸賢事の次男、三子二、次女、瑠璃は、大倉官僚の遠藤豊かに嫁いだ。長男、次太郎は9歳で創生、次男、富は、海上自衛隊に入った。足田の娘婿、 下神戸三ベ子の兄にあたる孫一、賢治の長男は、下神戸牧場の創業者であり、下神戸孫一の次女、マキコは、ドイツ文学者の小沢俊夫に嫁いだ。ミュージシャンの小沢賢治は、俊夫、マキコ夫妻の次男である。また、下神戸三ベ3子、ミオ夫妻の長男で、芦田の孫にあたる下神戸元春は、国際政治学者の新藤栄一と共に、芦田ひと日記。 全7巻岩波書店の編纂にあたったことで知られている。下神戸元春の弟、晴れさん、三次、三代夫妻の三男は音楽プロデューサーとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。